こんばんは。睡眠専門医の厚見です。今日の動画は不眠症のお話、ボリューム21、夜を告げる眠剤の使い方、夜を告げる睡眠薬ラメルテオンというお薬の使い方のアドバイスというのをしてみたいと思います。前回の動画ボリューム20では夜を告げる睡眠薬ラメルテオンというお薬をご紹介しました。で、そのコメント欄にどうやって実際使っていったらいいのっていうことをね、ご質問としていただきました。ありがとうございます。今日はそのラメルテオンの使い方というのを3つのポイントで分けてご紹介してみたいと思います。まず1つ目、選ぶです。何を選ぶのかというと、飲んでいただく患者さんのタイプをしっかり選ぶ。これがまず一番大事なポイントです。特にですね、何年にもわたって何種類もの睡眠薬を飲んできたんだけどうまいこといかないというふうなタイプの方には向いていません。どういうタイプの方に向いているのかというと、比較的お若い方で酔いっぱりの朝寝坊タイプですね。寝る時間もなかなかすっきりとは寝れないけれども、起きるのも遅くなっちゃったみたいなですね、これちょっとリズムが乱れているようなタイプの方に、そのリズムを整えるという目的で使うと、まあ、非常にね、眠剤としても、うまく使っていくことができるので、若い酔いっぱりの朝寝坊タイプの方を選んで使うというのがまず1番目、とても大事なポイントです。2つ目です。割るです。特にこうリズムを整えていこうというようなこと、そういうことを目的にしてこのお薬を使おうとしたときに、1錠丸々飲んでしまうとあまり効果がないということが報告されています。非常に不思議な話なんですけれども、1錠じゃなくて割って半分とか4分の1錠とかっていうのを使っていただいたときに、初めて酔いっぱいの朝寝坊タイプの方を早寝早起きに変えるっていう効果があるということが分かっていますので、こういうふうな夜を告げるタイプの睡眠薬を使うときには1錠じゃなくて割って少なめに使うんだよっていうことも2つ目のポイントとして重要です。で、3つ目です。続けるです。これまでの睡眠薬のイメージって、飲めばすぐにその日から眠れる、まあ、こういうことを期待したくなるんですけれども、実はこのラメルテオンという睡眠薬はそういうタイプの効き方はしません。特に初めて飲んだ日なんかは、別に全然眠たくなれるんかったけど、みたいなですね、そんな感じの効き方をしています。ただ、しばらくそのお薬を最低でも1週間、まあ、できたら2週間ぐらい飲み続けていただくことによって、だんだんと寝る時間が早くなってきて、それに引っ張られる形で起きる時間も早くなっていくというですね、リズムが前倒しになってくるという変化が起こり始めます。ですから1日飲んでダメだというふうに諦めるのではなくて、1週間できれば2週間ぐらい使い続けることで早寝早起きを作る薬なんだっていうふうに考えていただくと、この薬のメリットを一番大きく受けることができるんじゃないかなというふうにも思います。今日は夜を告げる睡眠薬ラメルテオンの使い方を3つのポイントに分けてお話をしました。相手を選びましょう。割って少なめに使いましょう。すぐに効果を期待するんじゃなくて、1、2週間続けてみましょうというお話でした。質問者の方、お答えになったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。まあ、聞いてみたら、そんなにね、難しくないですよね。じゃあね。